24のコーチング術。これさえできれば子育ての9割はうまくいく。はい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカチです。えっ、ー、と、ライフスキルの学校へ。 ようこそライフスキルの学校ではえっと何だったっけあ、親の生きづらさを解消するライフスキルと子供を自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくねやり抜く子と投げ出す子の習慣こちらも絶賛発売中です親と子の自分軸を育てる50の行動習慣概要欄からチェックしてみてくださいということで、えー、今回もね、えー、前回に引き続き子供を自立させる親の関わり方を紹介したいと思います はい、えー、このシートを作るのにね、こちらはね、子どものライフスキルを高める24の子育てチェックリストということなんですけれども、まあ、ライフスキルって何なのかというと、まあ、非認知能力ですね、えー、幼児教育でよく言われる非認知能力、えー、消しゴムちゃう。こちらね、非認知能力ということで、非認知能力っていうのは、学力とか IQ では測れない、見えない力。 目には見えないい力ということね自分とつながるとか人とつながる夢を実現させるトラブルを解決する力この4つのスキルがあるんだけどこのスキルを高めるためにどのように、えー、子供と関わったらいいのかそれを24のチェックリストでまとめましたね、えー、公式 LINE にご登録いただいた方にはこちら漏れなくプレゼントさせていただきます、えー、ねこうやってこう毎月こうスコア化してね自分がどういうところが足りていないのかっていう つつ見つめ直すすきっっかけにななればいいなと思ってます、まあ、あくまでもねこれはあの一つの考え方でありこれが正解というわけではありません、まあ、こういう考え方があるんだなというところを、ねえー、に触れていただいて自分の子育てを見つめ直すきっかけにこれを何回も言ってるけど <laughs> していただけたら嬉しいですはいということで今回はね、えー、前回は1番から6番 解説しましたので、えー、今回は7から12を解説していきたいなと思います、えー、まず読みましょうかはい。7番子供の気持ちに共感して話を聞いていますか8番子供の勉強を習慣化させる工夫をしていますか9番子供の質問や疑問に真剣に向き合っていますか10番 子供と1日1回スキーンシップを取っていますか11子供の得意なことで成功体験を積ませていますか最後12イライラをコントロールして自分の本音を伝えていますか ?3 点2点1点3点2点1点3がめっちゃできてるとした時に、えー、最大は、えー、なんか18点ですが18点中あなたは何点でしょうか はいこれ点数が悪いとかいいとかねいうのは1つの今の,あの状態ですのでここからどうしていくのかっていうことなんですよ。点数が低いことを私ダメなんだじゃなくてじゃあこれからじゃあ7番が、ね、大事やなと思うんやったら7番を取り入れていく、ね、取り入れていって自分らしい子育てをね少しずつ作っていけたらいいのかなとゴールね。いうな イメージで、えー、ね、一緒にやっていきましょうという感じですね。はい、まず7番、子供の気持ちに共感して話を聞いている。ね。これはね、もう多分、すべての子育て本に書かれてるんじゃないですか。子供の気持ちに共感しようねっていうことね。これ大事なことは気持ちということなんですよ。気持ち。ね。僕がずっと言ってるのは、気持ちにはイエス行動にはノーの時があってもいいってことね。 気持ちにははイエス行動はノーね子どもの悲しいという気持ちおもちゃが欲しいという気持ちカレーライスが食べたいという気持ちそこを受け止めるそれはイエスなんですよそれはイエスなんだけど必ずしもカレーライスを食べなくてもいいしおもちゃを買ってあげなくてもいいノーの時があってもいいですね気持ちにはイエスやけど行動にはノー、うん、そういうスタンスであれば常に気持ちには共感できるんじゃないかなと。 悲しいって気持ちもそうやしイライラっていう気持ちもそうやし、えー、怒りっていう気持ちもそう。どんな気持ちも イエスととして受け止めるることができるんじゃないかそれを受け止めたらこれがね愛着が形成されるわけじゃないですか要はね気持ちを受け,受け止めてもらったら愛着が形成されるもうずっとずっと言ってこの愛着愛着形成以上に、えー、なんだろう 6, 6から9歳までに大事なことはないと子育てにおいて、ね、愛着っていうのはここにいていいんだと僕はここにいていいそして愛されているんだ っていうふうに、子供自身が実感すること、これが愛着なわけであり、これが育まれていくと、自己肯定感になっていくということですね。何があっても大丈夫だっていう感覚。なので、まずはこの気持ちに共感する、気持ちを受け入れる、受け止めるということがものすごく大事ですよね。なので、子供が言ってる言葉、 以上にその言葉の背景にある気持ちであったり考えであったり思いの部分を 聞いていててくっていうことそしてそれを言語化してあこ,うこ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 うだから悲しい気持ちになったのかなとか順番抜かしされたからイライラしてるのかなとかねいうふうに子どもの気持ちを言語化してあげるサポートしてあげると子ども自身も自分の気持ちを表現できるようになってくるとなんかようわからんけどもやもやするなんかわからんけどイライラするとその状態で不快であってどうしてもその,、ね、その状態が嫌やから気持ちを殺してしまおうとするんですね無理やりポジティブに考えようとかね でもねどんな気持ちでもすごく大切な欲求なんですよ、ね。イライラっていうのはこうしたいっていうことが実現できなかったサインじゃないですか悲しいっていうのもそうじゃないですか何かが失った何かが傷つけられたことのサインなわけでありそういうサインであったり欲求そういう警告っていうことを見逃さないことが自分らしく生きるそして自分軸で生きるためにすごく大切なのでまずはどんな気持ちも受け止めるということそういう意味でこれ7番ですね。 子供の気持ちに共感してて話を聞いてる8番、子どもの勉強を習慣化させる工夫をしている。うん。これやっぱ勉強って大事じゃないですか。成長するためにはね、新しいこと学ばないといけないんです。新しいことやらないといけないですね。まあ、それをまあ勉強としたときに、やっぱこれからずっとね、障害学習ということで、学校卒業してもね、ずっと勉強は続いていくと思うんですね。こう学校の時だけじゃなくて、ね、会社でも、ね、会社卒業、会社以外のね、なんだ、コミュニティでもね、 ね、どんなところでもなんか趣味でもねなんかやりたいと思ったことそれ,はそれをできるようになるためにはやっぱり勉強が必要なんですねなのでちっちゃいうちからこの勉強をするという習慣を、ねえー、身につけさせることがすごく大事であるということですね なので、勉強習慣化させる工夫、そのこの本にもね、やり抜くこと、投げ出すこの習慣、この本でも,もうたくさん書いてますね。ゲーム化させるであったりね、ゲーム化させるというのはゲーミフィケーションでしょうね。ゲーミフィケーションということで、ゲームではない要素をゲーム化するということ。だから、勉強をゲーム化するんですね。 え対戦するとか、レベルアップするとか、非日常のえような、なんとか空間を作るであったり、BGM をかけるであったり、なんかそういうようなゲーム化させる工夫をしていくと。詳しくはこちらの方をご覧くださいということですね。9番。9番は、子供の質問や疑問に真剣に向き合っている。この質子供の質問とか疑問っていうのは、いわゆる好奇心の種なんですね。好奇心。もっとやりたい、もっと知りたい、好奇心の種。 それに対してしっかりと水水をあげ水をあげるというか栄養をあげることでこの種がすくすく育っていきますよで自分の自分らしい花を咲かせるんですよってこれ花ねすいませんなのでまずはこの好奇心好奇心に目を向けてあげるそこに水をあげるそこにフォーカスする集中してあげる向き合ってあげるっていうことが大事ですね えー、まあね、三歳から六歳になると、なんで空は青いの？とかね、なんで勉強しないといけないの？とか、なんで僕は車,に車を運転したゃダメなの？とか、なんで、なんでっていう、そのなんで、なんで気、なぜ、なぜ気って言うんでしょうかね。そういう、えー、時期に入ることもあると思うんですね。その時に、その質問に、えー、ちゃんと向き合うってこと。もちろん、ね、親御さんもそのスケジュールがあるから、自分の都合事情もあるし、できること、できないことはある。けれども、そこに興味を持ったっていうことに対して。 えー、声掛けをしてるわけ、ね、あげるねあそう良い,いところに気づいたねと今ちょっとあの料理作らないといけないから後で終わったら一緒に一緒に調べようかみたいな感じね。 えー、子供の質問や疑問に真剣に向き合う。そして10個目。子供と1日1回スキンシップをとっている。こちらもね、先ほど言った愛着形成に大きく影響するものですね。自分はここにいていい。自分の存在が認められている。それを子供自身が実感するためにも、えー、言,葉に言葉で愛してるよって、好きだよって伝える。これはこの前の6番になったな。 愛情言葉にして伝える。これは前編の動画を、ね、またご参照くださいということですけど、えー、っとここでも言語ではな、ね、い、非言語。非言語のメッセージがすごく強力なんですね。言ってる言葉以上に、言ってる言葉のトーンであったり、大きさであったり、表情であったり、非言語のメッセージ、ね。そこがすごく大きいので、非言語でも、あなたはここにいていいんだよと、生まれてきてくれてありがとうというのを伝えていくということ。 これが10個目。そして11個目、子どもの得意なことで成功体験を積ませているということね、得意なこと、これが大事なんですよ。あのね、やっぱり世の中っていろんな壁があると思うんですね、いろんな壁、いろんなこう壁があると思うんですよ、いろんな壁があるんだけれども、いろんな壁があるって考えたときに、ね、わざわざ自分が苦手なところから高い壁を乗り越える必要は別にないんですよね。ね まあ、いずれその壁から逃げたとしても、絶対ぶち当たるとは、ぶち当たるとは思うんですよ。それだったら、自分にとってやりやすいところ、簡単なところから、あのー、挑戦していくで、壁を乗り越えれば、自分も成長していくんで、大きくなっていくんで、くんで壁を乗り越えながら、ね、えー、進んで、あのー、自分のペースで進んでいったらいいんじゃないかなと、乗り越えやすい壁から。乗り越えやすい壁っていうのは、やっぱ自分が得意なことであったり、好きなこと。 興味があることっていうところだったら、まあ、どんな壁でもなんだろう、えー、苦なくできるわけじゃないですか努力も練習もね勉強もねだそのなった時に自分が嫌いなところ例えばおかちって習字嫌いなんですよ習字嫌いな習字嫌いで、まあ、このでかい壁がねえー、っとねえー、まあ落ち着いて落ち着いてまあ えー、学ぶっていうことを勉強、あのー、課題にするとするじゃないですか僕 ADHD やからじっと座って学ぶって苦手なんですよ無理なんですよそれをね苦手な分野習字習字ってずっとこう正座してね心を静めてやるわけじゃないですか自分が嫌いな習字というものでこの落ち着いて学ぶっていうことをやろうと思うとものすごい高い壁なんですねでもね 僕が大好きな体を動かすバスケットボールでね、それをやるとなると、ねまあ、バスケットボールでね、まあ、じゃあ自分がやりたいことをあ自分で計画立てて練習する、これが1つ目の壁ね。で自分のことだけじゃなくて、チームのことも考える、2つ目の壁ね。え負けたとき、失敗を受け入れる、なんてね。で、これみ、まあ、まあ次の壁として、まあ、コーチコーチが話しているときは落ち着いて聞く。ね、なったら、これを。 そううやって乗り越えられるんですよもうこの時になったらいろんな能力を身につけてるし、ね、自分自身がどうしてもバスケ上手くなりたいって気持ちがあるから高い壁自分,自分にとっては落ち着いて話を聞く難しいことやけれどもそれでもやってやろうって気になってスーッと乗り越えるんですね。 そうなんです自分が苦手な習字ということで落ち着いて座って学習するっていうのはすごい高い壁なんですよエネルギーいるけれども自分が大好きで得意なことで乗り越えていくといずれね落ち着いて話を聞くってどこかでぶち当たると思うんですよ人生ねでも自分の好きなところからやってたら絶対その好きなところの中でそれぶち当たるのでそのエネルギーの中でそれに挑戦したらいいんじゃないかなっていうのが僕の意見ですはい。 これが子供の得意なこと,ことで成功体験を積ませながら課題を乗り越えていくということですね。で、最後、12個目。イライラをコントロールして自分の本音を伝える。で、先ほどもお話したように、イライラっていうのはね、えー、ちょっと消そうか。イライラっていうのはね、イライラっていうのはね、あれですわ。自分のルールが裏切られた時に起こるサインですね。自分のルール。ルールがこうあって、えーまあ、子供、子供の行動であったり現状に、ここにギャップ。 ギャップがあるときに、これがイライラとして湧き起こってくるということですね。このルールっていうのはもういろんなことあるじゃないですか。ねえー、7時までに起きなさいとかね、起きるとかね、なんか運動しなさいとかね、運動するべきとかね、えーっと、自分、ゲームは1時間までとかね、いろんなルールがあるわけでしょ。自分の中のこうしてほしいっていう,そう願望であったり、 期待していること子供にね期待していることであったりあとはもう一つ大事な「べき思考」こうすべきああすべき,ああすべきっていう親の価値観であったり、えー、固定観念ですねその固定観念であったり願望であったり期待これがルールとして、えー、存在していてこのルールと子供の行動がギャップがあったら親の思いど思ってる通り期待してる通りにやってくれたらイライラしないわけじゃないですか。 ね、だ子供と子供の行動と自分のルールにギャップがあるときにイライラが起こってくるからねっってくるからね大事なことはねその,このイライラが起きたときにどんなルールを持っているのかなと自分で言語化するってことですねあこんなルールを持っているんだなとでもこのルールって今の子供例えば4歳やとしたら4歳の子供にそれを押し付けるのはちょっとちょっとハードルがでかいなというふうになったのであれば自分のルールを 下げるっていうアプローチをすれば例えばルールがねこれぐらいやったらイライラっていうのはほとんどないわけじゃないですか であったりもしくは、このルールを子どもが実行できるように子どもと一緒に子どもをこう成長させていくっていうアプローチね、一緒にこう見本見せてあげるから一緒にやっていこうねっていう中でこう階段登ってね、少しずつそれができるようになっていくように支援するということ、まあ、こういうことも含めてね、感情、イライラをそのまま爆発させても結局何も伝わらないので。 何で,何でイライラしているのかっていうところを子供にも納得できるように伝えていくということこれがイライラをコントロールして自分の本音を伝えるということでございます。はい とということで今回は、ね、子どもを自立させるための親の関わり方24個の中で6個紹介させていただきました、えー、子どもの気持ちに共感して話を聞いているか子どもの勉強を習慣化させる工夫をしている、えー、次子どもの質問や疑問に真剣に向き合っている子どもと1日1回スキンシップをとっている子どもの得意なことで成功体験を積ませている、えー、最後イライラをコントロールして自分の本音を伝えていると ということでございます。はい。 ねまあ、前,半前編と後編で24のチェックリストの半分を紹介させていただきました、えー、残りの半分の、ね、解説はこちらのやり抜く子と投げ出す子の習慣でもうみっちりやってるからもし興味がある方はこちらを読み,読みながらね自分の子育てそして自分たちパートナーと一緒にやってる子育てを見つめ直すきっかけにしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです、まあ、こんな感じで僕はね親の生きづらさを解消するライフスキルと子供を自立させるための講 コーチング術を全力で発信していますで公式 LINE 登録いただいたらこちらの24のチェックリスト、ね、PDF 版を、えー、みな皆さんに全員プレゼントさせていただきますし、えー、24万の、えー、有料講座でやってる講義動画それを、えー、3週間にわたって毎週プレゼントたって毎週。 配信させていただきます、えー、もしよければ公式 LINE も登録してください。いやよければじゃなくてまずしてください <laughs>、はいあの。いつでも解除できるからね、はい。ということでということで今日はこんな感じでしょうか。はい。I am a star.You are a star. 自ら輝けば世界は輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。